住友生命バイタリティレディス東海クラシック2日目14日新南ア知チカントリークラブ美浜コース愛知県6560ヤードパー72国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している最終組が前半を終えて19歳ルーキーの菅風花と女王山下美由優がトータル10アンダー首位に並んでいる 2打差3位に昨年覇者の岩井名愛3打差4位タイに堀琴音と佐々木翔子。4打差6位タイには宮里美香と天本春香が続いている。ツアー史上3人目の3週連続優勝を狙う武田レオは、トータル3アンダー、26位タイで後半へ。米国女子ツアーを主戦場にする古江彩香も同順位でハーフターンしている。 古江と同じく米ツアー組の稲見萌と西村優奈は、それぞれトータル2アンダー35位タイ、トータルイーブンパー54位タイで後半をプレーしている。